労働末期ート、朝倉末期鎌跡労働、朝倉末期ートは、岐阜県岐阜市芥見の巣は山西六にある、末期のカマート郡、西北側の労働雇用跡郡と、南西側の朝倉雇用跡郡に大別される。岐阜市、霞見ヶ原市及び、関市に分布する三の末ート郡の主郡でその、生誕に位置する。国の史跡に指定されており、出土物の一部は、 考古資料として重要文化財に指定されている。昭和42年、朝倉湖用跡から美濃国の国印のある末期が発見される。さらに昭和52年11月に地元の中学生が労働で美濃国の文字がある末期の陶平を発見した。翌年に岐阜市教育委員会が調査を行った結果、発見地が末期の鎌跡であったことが、 明らかになった。その後の調査によって、朝倉雇用軍は4期以上、労働雇用軍は3期の窯から構成されていることが判明した。これらは7世紀末から8世紀前半の飛鳥時代後期から奈良時代初頭にかけて稼働していたとみられ、労働雇用軍においては最も古い窯が3号用で、その後1号用、2号用の順に構築されたことが判明している。 釜跡の天井部は崩落して残っていないが、半地下式の上り窯まであったことが分かっている。釜の規模は、労働1号用が、奥行きが9.3メートル程度で、幅は1.3メートルあった。出土品の大半は、末期の月であるが、壺、亀などのほか、一部弾きも見られ、出土物はすべて、合わせると7万点を超える。の一部には、身のあるいは、 ミノの文字が洋国あるいは陰国、またはヘラ書きにより刻印されており、刻印に使用されたと見られる陶製の印象も発掘されている。この窯で生産されたミノ国の刻印のある陶器は、平城系や藤原系の他ミノ国文寺や伊勢西宮跡、愛知県、大阪府、長野県、常川遺跡でも出土している。ミノ国を除いて、 両生国の国名が刻印された、水期は出土しておらず、生産地が明らかなことから、古代における流通をたどることのできる貴重な資料となっており、昭和54年5月31日に国の史跡に指定された。刻印水期の出土から朝廷向けに生産された、美の国画と関係の深い施設であったとみられる。鎌跡の内労働1号鎌跡からは刻印のある。 水液が1300点ほど出土し、さらに刻印に用いられた印象も見つかっている。これらの出土品は平成5年に重要文化財に指定され、岐阜市歴史博物館で保管されている。ありがとうございます。